それぞれに今回もうここつながったな今回のレコーディングっていうことありましたら、おばさんどうですか。うーわーやっぱいっぱいあるんですけどまあでも前回ねブラックエンパイアの曲だなというふうに怪我しちゃったことがいろいろあったので、はい、結構そういう体的にもちょっとブランクがあったんで、まあ、そういうのもあるんですけど、意外とこう、なんていうんですかね、自分でこう得意だと思って、得意分野と思っていたことが、こう細かいこうマイクを通せてこういうのになって、意外とこの自分のモデルが今回、こう、露見したりとか、そういう細かいことがいろいろあります。それで、変に時間食っちゃったりとかして、まあ、当初の予定してたリズム取りの倍ぐらい時間かかっちゃいましたね。お見送り回数も増えてしまったっていう。いえいえ。その分、みんなが幸せが、僕が一番最初ですから、今予定がどん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 こう、いっちゃったんですけど。大丈夫、本番くんだけじゃないから。まあ、次、次聞きますよ。それどうですか、今。僕はですね、やっぱり今思えば一番大変だったのは、力技で押し切れるかって時じゃなかったんですね。やっぱりこの広い意味でやっぱロック度がすごく蔓延しなきゃいけない、ロックのスピーチが充実しなければ、歌いきれない楽曲はそうですけど、今までだったら、まあ、自分がこうやって下を蹴れてこういうふうに切れた感じでいけば大体バランスに合わせるになるだろうなっていうところは多少見えてたりはしてたんですけど、今回は本当に何て言うんだろうな、ギミックなしに自分が試されてるな、自分のボーカルとしての力量が試されてるなっていう感じがすごい感じましたね。何を笑ってるんですか。いや、そのぐらい、はい、分かりやすいヘビーメタルが来ました、坂本さんはどうぞ好きに叫んでくださいっていう世界で何だったんで、でもその見えないものに到達したいっていうのがすごい今回の目標だったんで、やりがいがあったのが実はちょっと、それの力加減入り込むくらい、それがすごく難しい。リーダーどうぞ。まあ映像の言う通りですね。本当ですか。まあ大体。いやまあまあでも休み休みでも連続でもやっぱり長い間レコーディングしているので一番きついのはやっぱりテンションを維持するっていうことなので、やっぱり家に帰るレコーディングスタジオに向かうみたいなのを連続で。一度レコーディングスタジオに入ればやっぱり長い間外には出られませんし、そういうことにはまあ僕らももう十分慣れているとはいえ、やっぱりその本物のドラム取りではないですけど、完成形が見えない時もあれば、ここなんだけどなちょっと違うんじゃないかなって思うような時もあれば、まあ、いろんなことが日々毎日起こるので、その辺はもうですからそれなりにこう続くっていう印象ですけどね。まあ、その時にだから一番冷静なのは清水で、本間君はもう疲れ切って「本当に本間君ですか?」っていう感じになってるんですけど、坂本さんが坂本さんを追いつけられるとちょっと。テンションになるので、でもね映像はいつも、まあ、意外と冷静なんだなと思うのは、スタジオには立って通用するんですけど、帰りはなんか僕の車のキーを持って立って車乗ってたりするので、当然遅れということだと思うんですけど、今送りながらいろんな話を、まあ、毎日歌取りの時はするんですけど、そうすると意外とその曲についてとか、取り終えた曲についてとか、これから取る曲についてとかっていうことについて、こう見えても考えてんだなと思ってね。はい、そうなんですよ。ね、まあでも、どっかありがた考え違いが多いんですやばい、形成してくれるんですよ。でも、その割にはリーダーの車の中にいろいろ忘れ物してきたんですよ。そうなんですよ。あ、でもわざとだね。そうなんですよ。2回目でさ、助手席のシートの奥の奥に帽子がおかしいでしょ。ちょっとね、よくこう、なんていうんですか、
浮気してるのでこうなんか変に落としていく的な、はいはいはい、これ言っちゃうものがあるんだろう、このパートに意味が分からない一応自分の敵だと思ってますのではい、でじゃあ最後にどうですか、清水さんは今回、まあ楽なレコーディングじゃないので、まあ、辛い辛い言ってると本当に何なんだろうとなっちゃうんですけど、だから今回はやっぱその時間が結構お成功してたっていうのがあって、これ以上押すと結構やばいってとこまで来てたんで、まあ、それではもう時計を見ながらギターを弾くっていう、なんか柴田さんが面白かったんですけど、その姿が、まあでもそんなもんですかね。大変なのは大変なんですけど、まあ、曲やって難しいものがあったりもしましたけど、ただあのギターのフレーズとかは結構今回出てきたので、意外と個人的にはすんなりなんですけど、例えば僕は最初から最後までずっとなんで、歌声にしながらもあのギター取ったりしてるんで、やっぱ長かったっていうのが、あれですね、大変だったかなと。でもね、この間大阪のトーク、ちょっと言ってましたけど、絶対シメさん、押さないんだよ。巻かないんですよ。でも巻かないんだよ。それはでもなんかちょっと、ものすごいことやったり、正しいんだなっていうことを私も、負けてても、やっぱ、時間だったら僕やろうかなってなっちゃうけど、よくないんですよね、やっぱり。ここがやっぱ、悪魔と言われるのか、魂と言われるのか、そうなんですか。悪魔って誰ですか。自分でだって悪魔くんって言ってるから、そうなんじゃないですかね。あ、僕ですか。はい。はい、もうそれ映像のイーはイーブルのイーですか。もちろんです。25年間、それ。ありがとうございます。で、実はですね、会議の前に皆さんにアンケートをいただきまして、できる限り読みたいんですけど、はい、答えていただきますか。これメンバー全員ですね、ライブ中一番難しいと感じることを教えてください。これどうなんですか。難しいっていうのは、自分たちの言うんですもんね。基本はこの曲を難しいっていうのは僕の場合は特にどれも、まあ、あの難しいって言えば難しいと思ったんですけども、ちなみにあの借りたいけど本番中は辛いと言うところですね。あれは何の曲ですか。それはアルバムに入ってない。入ってないですね。辛すぎるんで言うね。実はそういう借りたい曲の曲があったんですね。映像さんどうですか。僕はですね、なるほど、本国と同じようにやっぱどの曲も難しいんですけど、意外とやっぱ3曲は難しいですね。やっぱりかなり皆さん曲を覚えているのでね、歌詞間違えるわけにもいかないし、当然なんですけれども、うん、意外と、あの曲は難しい、はい、一切ギミック使えずに、歌っていただくとか、やっぱり次を対応したいとか、意外と歌えるのが難しい。いや、それは言わないですけど、僕はそれは言わないです。リーダーどうぞ。そうですね、僕もあの真面目な話をすると、僕はライブではフレーズはどんどんずっと弾いてるので、ずっと弾いてるのは、誤解を恐れてすると、ライブはライブというつもりで弾いているので、本間君とか清水がこだわっていることをその再現だとか、CD でやったことは、全然気にしないんですけど。僕はその分だから、うまくとか、新人とか、大変なんだと思うんですけど、まあ、技術的には、でも、中でも、その、新人がレキレキ作ってきた演奏は、ほぼいじめに近いっていうぐらいですよね。とにかくユニゾンをさせないでくれと、延々、10年続けてきましたけど、延々ユニゾンをさせないでくれと。それはだから、まあ、いや、わかるんですよ。曲作る人間としては、ユニゾンの使い方が素晴らしくないとは思うんですが、まあ、あんまりニヤニヤしては弾けないですね、あの、ユニゾンに関しては。今の、あの、ボード、ボードが、はい。これなんかもう、とんでもないですわ。だけど、まあ、ユニゾンが作るいい曲なので、頑張って弾いてください。なるほど。どうですか、ありがとうございます。個人的に難しいとかは、まあ、そこそこあるんですけど、やっぱりその、バンドなんかリズムキープが一番難しいですね、ライブは。どうしても気持ちが先行って走ったりするんで、まあ、そこはやっぱり、ドラムのキックに立ち上がっていたりとか、そういう方が難しいです。
外とだから今回見るホームページだとかああいうところが難しいですね。はい、ありがとうございます。はい、それで、まあ、いろいろ、ここまで話してきましたけども、やはりちょっと来た方々に何か差し上げたいと、みんなの同じ方で思いますので、ね、そこに CBI と書いてます。これは実はですね、リーダーとして、シェルズが使っているケーブルの、ギターのケーブルのメーカーなんです。メンバーの採用、全員のリーダーで。CBI の T シャツなのに、映像さんと本間さんも書いていただいてるので、はい、まあ、ある意味見えられてないんですが、これは一応2名様に会場の方でどんどん投げられておりますので、いきますか。坂本さんじゃんけん。あ、じゃんけんいきましょうか。いきましょうか。じゃあいきますよ、はい。最初はグー、じゃんけんチョキ。はい、グーの方。グーの方。グーの方。いきますよ。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。それでは、メンバーの皆さん。